みんなお疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。なんなんだこの人。ああ、いやそうでもねえな。クビになったよ警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたたった一人でこの場所見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配。スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。っていやお前には分かんねえか。なんだよ感じ悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか。いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは。カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに。あんた春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。総監。警視総監だ。警視総監。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。俺はその裏をつかみで。そんなの一番に何をできるってんだ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭大子。春日は昔その子分だった。こない今でも俺はおやっさんの子。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ復讐。話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で俺がこの手では。だが裁判の直前になってそいつは犯行時刻、つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が、俺はすぐ捜査本部に報告した。その時検でもそうはならない、アリバイの証言は固いと。少なくともだが上は目撃した証人に何度もそこまで言われると自信がないと言わせるまで。なんでだよ。
神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任。ところが起訴した容疑者がシロだったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと。やで結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に、くすみは神さんや子供を残したまま首を吊ったよ。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔。うな、神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れ、てめえの任期中に問題が起きただからって。それで無当時まだ青かった俺もそう思った。だからえ、ま、だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元人脈も半端じゃなかった。リークした情報は一切世に出ず、クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこ。そいつが今や警視総監殿ってわけか。俺も全部忘れちまえば済む。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が3人も集まって何ちちくりやってんだい。ああ浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もうじあんたたち今日はハローワーク。あやべえ、そうだった。早く行かねえと、いい求人が。悪いな足立さん、俺ら仕事だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで。俺だって今は無職の無一文よ。無一文少しねえって。そんなもん退職金、貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえ。うるせえ、俺は酒と女に金つ。ほら、マジか。
そうだ。変身しなかったか。ああ何、勇者がどうとか現実見ろよ無職さん。お俺だけ、まあいいや。こっちの、よし行くぞ。本気出せよ、よそ見すんなよ。逃げるなら今のうちだぞ。ほれほれ、とっておきだ。俺の番ね。ほれほれ、見てろよ。どうするかね。やってやるぞ。行くぞ、ら。どうした？ほら来いよ。行くぜ。撃ってこいよ。仕留める。強くなった気がする。へえ、やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえやろ。さっき戦ってる最中によ。あ、いや、大した妄想力の言う妄想。さっき、まあお前は思い込んだら止ま、自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵が思い込みか。あ、でもそれくらい思い込みが激しいやつじゃ。要は自称だろ、自称なら。そうか、よし、やっぱり俺は。まったく調子のいいやつだぜ。今の勇者様のパーティーには約束。そうだな、まずは金だな。ドラクエ、本当に人生は RPG だな。俺の番だな。
よし、よし、決まったな。一つ上の男。なんだ。待てよ。おう。おい。
よ。ありがとうよ。ほい来た。なめんなよ。なめんな。とっておき。見てろよ。どうだよ。お、なんだこいつ。変質者だな。このマッチやるぞ。スイッチにかかってこい。行くぞ。おい来た。とっておき。見てろよ。俺の番だな。
ぞ。やってやるぞ。やめんな。とっておきだ。どうするかね。行くぜ。行ってこいよ。ほいよ。くらい。何かした？おい、来た。これじゃ。本気を見せてみる。やんのか。俺の番だな。俺の番か。やってやろう。してみろ。まあこんなのに慣れたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録と学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。おい、
何してんだ。あ、ああすまん、この辺でなかなか見ない輩だったからな。おっさん何者だ。俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。スジモン博士気になるか。なら近くに貴重なスジモンのデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子だってよ。だけどよ、この博士、食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ちん、分かった。ここが俺の事務所、通称スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さてスジモンについて聞きたいんだったな。説明してやろう。スジモンとはその筋のものという意味だ。はまあ要は危険な人間、俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンで。あんたなんでそのそれは平和、この世界特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。だが実際にどんな種類の危険な人間が。ああそう言われるとだろう。多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目、そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げること。なるほどな。おっさん、だがなんでそんなことを始めたんだ。まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかくデータの収集は。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩。まあ、はあ、どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き、そういうやつが見つかるといいな。じゃ、おいちょっと待ってくれ。なんだ、まさか俺たちに。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても。わならついでに協力してくれても。とは言ってもな。頼む、スジモン図鑑の完成が完成の暁にはお礼も出させてもらう。お礼だってよ。俺に押し付けるな、ダグ。分かったよ、確かに。ありがとう、オンに切る。いや、で登録ってのは。ああ簡単だよ、まずは俺。さてあとはスジモンの登録の仕方だが、100。ああ出てこい。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。ああよくわからねえが、じゃあ青だな。わかった、よし、お前らは青の。さてじゃあ、え、もしかして。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登。むちゃくちゃ。さあ行け、登録の仕方を体に叩き込んで。よっこらしてやってやるぜ。よし行くぞ。どうして来いよ。やってやるぞ。よし捕まっくぜ。よっしゃ行くぞ。
してみろ。ほら、くしゃ、やめるな。とっておき。待ちな。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。ほら、ほら、見せてやるよ。決める。ほら来いよ。俺の番か。やってやろなった気がするぜ。また強くなっちまったか。見事だ。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。そいつはどうも。ああ、ほら、アプリを開いて見てみろ。こんな感じでいろいろな筋門を倒してデータを集めた数により報酬は用意させてもらう。なんだか面倒なことに巻き込む。ああ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいい。まあそうだな。それじゃあこの世界の平和のために。水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん。はい、フロント。お湯の出、お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替え。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん、ああ、そう、休むってこと？そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設で腹早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそ…ん？泣いてんの？やめてよ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったら…す、はあ、たくやってらんないね、最近の子は。ダメだ、同感だな。胸くそ悪すぎる。ん？なんだあんた、ハロワの親父からは
何とかや何でもやる根性のある連中だから。あのおっさんが何でもやるって言ったって。まああの神戸って所長にはもし世の中他にも仕事はたくさんある。おい一番何やってんだ、早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ暴力か。ケツ持ち呼ぶぞケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや店長。あ、何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが違法風俗反対、警備庁から撤退せよ。なあ、おい、なあ、おい、
なんだって？はい。え？いや。なんだ？なあ、待った。おい。
ああ、よく寝たわ。ん？よくわからん昔の映画に心地いい低音、そして絶妙なし、睡眠不足解消にはもったな。大学の授業休校になったらまた来るわ。あ、それは俺も。メーガさん、つことは宇宙名作なのにな。あ、お兄さん、よければ映画。え？ああ、いや、暗い。そうなったらなんか大丈夫ですよ。古い映画、 SF や恋愛、サスペンスなど馴染みやすい最新の映画に負けずとも劣らないくらいの迫。へえ。 CG がない時代の映画なんて本当に、それが逆に新鮮っていうか、そんなか。ああ、それにしてもあんた本当に映画が好きだ。まあ仮に、今この多様化した時代を生きる人たちに昔の忘れられた名作、エンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが。なるほど。それで、はい、この海猫座は老若男女それぞれが、まあ中には眠ってしまわれ、そうだ、せっかくの機会ですし、初めてのようですし、初回いいの。ええ、まずは、それじゃあせっかくだし見ていこうかな。かしこまりました。これから上映するのはロボットコックというクッキング系アクション映画の金字塔な。へえ、ってあんたも一緒に見るの。当たり前じゃないですか。好きな時。あ、さあ始まりますよ。素晴らしい映画を制作してくれた方、私から言わせてもらえば、ま、おう、うん、やべえとは言いつつ、このだが、せっかくの支配人の行為を、私には記憶はない。何のために生まれたのか、家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。やっぱ映画館って眠くなる。Yeah.
しまうかと思ったぜ。よし、寝ずにいられたね。必殺ネオギャラクシーエクストリームフランベ。なんか急に眠気が。面白かったな。ようやくラストシーンだな。この味、温かい母さんの味、思い出したぞ。この隠し味は塩だ。母さんの秘伝のレシピ、しかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。面白かったな。ふう、なんとかね。しかしいい映画だった。映画のこの名画座がなければ、この多様化した時代を生きる人たちに。他にも映画やってるみたいだし、これか。今日はありがとうな。ってお前が寝るんか。いいね、うまいね。だってね、怒られる客はできるか。俺の番ね。してみろ。おら、ったく見てろよ。なめんなよ、やめなさい。いや、もう許さねえからな。
いけるじゃねえか。いけるじゃねえか。ございました。体調万全だぜ。くそ。おい、ナノハだ。よし。問い詰めんのはこっちが証拠をつかん。ここは元刑事の。はいはい、すみません、ただいま満席で。いや、待ち合わせのも。ナノハの前に座ったら、うん、二人の会話が聞ければ証言だって。カズが、スマホ持ってる。わかった。あの、すみません、ただいま。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよ。はい。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか。最近体の調子。早速ですが、まずは。今、金って言ったぞ。待て、受けよ。なんとか。はぁ、うん、残り300万、10日後に。でも、まさか、今さら。いえ。そうですね、わかるでしょう。でも完璧。はい。え？全てが父に。それはできません。父を。わかりました。さあ、なんで女が金を払ったんだ。ナノハさんは何か。事件ってどんな。詳しいことは。いっつな。悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらん。どうすんだよ。こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちはいい。時間がねえなら金で解決するしかねえよ。付き合ってらんねえよ。当てやこら。ダメてんの痛い目にした。容赦しねえぞ。よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだぞ。来い、来た。やってみろ。来いよ。気にしたぜ。どうするかね。おい、おい、おら。行くぞ。俺の番だな。じゃあ、こが嫌がれ。とっておきだ。待たせてこいよ。見てろよ。とっておき。よいしょ。俺の番か。してみろ。こっち見ろよ。やってやろ。
社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。こいつは確か明治何十年も前に広域財団が買収した。日だまりの城か、気品漂う。確か彼女は親父さんの介護費用、うん、ってこと。じゃあさっきサテンで会ってた男は。だとすりゃ何の事件もねえよ。どんなに高級な施設だからって200施設の中で渡すならまだわかるが。まあ喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に。はい、日だまりの城。こちらに菜の葉さん。菜の葉さん、ああ、お父様はこちらにご入居ですが。俺らその向田菜の葉さんの職場のもんなんだけど。すみませんが面会は親族。ああ、いや面会っては、実は俺も自分の親父の子菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学して。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまで。え、内部の様子はホームページにて、ご家、そちらをご覧になってください。質問も。見学さえできねえなんて。いく、
に。いいね。うめえじゃん。ジェロじゃ気に入らねえ。潰してやる。かかってこい。俺の番だな。見せてやるよ。俺の番ね。ザーコン。とっておき。殺すんじゃねえよ。カマン。どうするかね。やんのか。してみろ。行くぜ。ザーコンよ。もう終わんないぞ。これだ。逃げるなら今のうちだ。ダメだよ。よし、行くぞ。とっておきだ。おい、来た。やめろ。俺の前か。ほら来いよ。それ俺の番だな。ボコボコにしてやるぜ。やってやるぜ。行くぞ。よし、行くぞ。とっておきだ。やってやるぞ。ほら。おい、来た。見てろよ。してみろ。とっておき。よいしょ。どうするかね。行くぜ。行くぞ、ほら。なめんなよ。調子乗ってんじゃねえ。行くぞ。俺の番だな。ほら、思いっきり。俺の番ね。
ぶって放射しねえぞ。ほら来てみろ。立て直さねえと。おい、ほらごめんな。ほらほらやるよ。やってやるぞ。おい、来た。見てろよ。なめんなよ。とっておき。やってみろ。俺の番か。ほら来いよ。やめんな。俺の番ね。どうした？こっち見てろよ。とっておき。やんのか。終わらねえぞ。やんのか。どうした？よっしゃ。いつ？よっしゃ。行くぞ。どうするかね。来てみろ。やってやる。行ってこいよ。逃げるなら今のうちだと。やれ。ほらほら来いよ。これで。じゃあ来いよ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。お？おい、何もらったんさ。風俗かなんかのチラシだろう。金のねえ俺たちには縁のね。おいおい、これ先着1名様無料。はあ、そんな都合のいいもんあるわけねえだろう。そんなの呼んでみねえと分かん。ソープで生まれた俺が言ってんだ。お前が無所行ってる間に業界だって変化してるかもしれねえだ。おい、先着1名だぜ。もしもし。あの
先着1名無料っていうチラシを見たものなんだ。はい、おめでとうございます。よっしゃ、本当に金はかからねえ。はい、ではお客様、お名前と。おお、名前は足立だ。治安の悪い場所ですからね。かしこまりました。一番人気を。うちの良さを味わってほしいですから。ええ、向かわせるってここにホテルとかじゃねえのか。どうだったんだい。聞いて驚け。一番人気の。本当かい。本当だ。最近の風俗はすげえんだぞ。すぐ。お待たせしました。いやあ、ごわお。アダチ様ですか。そうだけどよ。お待たせしました。デリバリーヘルプのゲイリーバスター。デリバリーヘルプ。なんなん。デリバリー喧嘩の。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。おー、ちょうどいいところに。お試しにちょうどいいって。なんだかわからねえが、行くぞ。カシラ、乗車しねえぞ。俺の番だな。死と服上司のみはサービススタートね。ウィキーネイダリーネーフィニッシュネー。またのご利用お待ちしてます。よっしゃ、勝ちだ。元通りだ。強くなった気がするぜ。さて、とどめです。即死とふ…コーラにて無料キャンペーンは終了です。次からは…お、おう。それでは…一体何だったんだ。さあな。はあ、デリバリーヘルプか。金はかかるが、いざとい。入居費用500万円。そんで毎月いくらソープ場に転職したからって簡単に。これで驚くのは早いぞ。入居費2000万。いわゆるビップルームってやつだろうな。まさかナノハはこのエクセレントコースに親父さんを。さすがにそれはないだろう。いや、ナノハならありえる。ナノハは
そういう子なんだよ。菜の葉にとって親父さんは唯一の家族なんだ。大企業に就職したのも、そこを辞めてうちに来たのも、全ては男で親父さんが最後を過ごす場所として高い施設に入れたとは思っていたが、菜の葉のやつ、親父さんのこと。店長、彼女のことが純粋に心配で。ああ、店で起きたトラブルでも、外で何かあっても俺は何もしてやれない。うちの店は訳ありの子、あの子たちにいつ何が起きてもおかしくない。だから長く休むやつがいると。あんた口が悪いもんで誤解しちまった。菜の葉の裏、彼女が親父さんのために危険を冒して邪魔する権利はない。おそらく彼女は裏引き。え、今日見た彼女は髪の毛もボサボサで、店長に電話してきた通り、彼女見た感じだと新郎で。新郎？理由は、お、親父さんの保証人は間違いなく菜の葉だ。その菜の葉が親父さんに会わせてもらう。今日だって施設の人間に200、今日の200万は入居費。おそらく彼女、施設は親父さんに会わせないつもり。本当ならひ、ありえねえ話じゃねえな。そこを狙う悪質な、一見クリーンそうに見えるこんな施設だ。どんな裏があるか分かったもんじゃ。人こうじゃねえか。入居費用は分割支払いでいいと言って、まずは親父さんを施設。ところが蓋を開けてみると、全額支払い終えなければ。なんでそんなことを。そうすりゃ無理してでも早く払い終えようとするだろう。結果、まさかそんな。いや、悪どい奴らは。じゃあ菜の葉はそれが原因で振動が立った。ああ、このままだと彼女、そしてこれからますます支払いが。じゃああの子が親父。ずっと先だな。もっとひどいこと。どんな契約をあの施設としたのかわからねえが、親父さんも追い出されて金も返金されないとか。なんてこった。パンフレットが立派なら中が劣、施設としてはケアの手間と金が省けるしな。結局のとこ入居時費用を施設にはメリット。その読みが当たってるや。とんでもねえ悪徳施設だな。店長さん、俺たちだけど、おまけにセキュリティも厳しくて、やっとって。いや、あんな。え？店長。
この店副業って OK？ え？少しの間俺たちは日だまり。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれる？ハローワークの神戸所長に頼み込んでみようぜ。あの人なら力になってくれるはずだ。よし、神戸にはどうにか菜の花のおやじさんを救い出して。彼女を。からその粉ミルクをよこせって言ってんだよ。勘弁してください。んなこと知らねえよ。また買えばいい。そんな無茶苦茶なヤクザ。チンピラが粉ミルクをカツアゲした。事情がよくわからんが、カツアゲされてる方はたまったもんじゃねえだろうな。仕方ねえ、助けてやるか。おい、事情はわかんねえけどよ。なんだてめえは。いや、そんなんじゃねえ。急いでる時に通りすがりがシャシャリ。すぐ倒れんじゃねえぞ。よし、行くぞ。おい、おら、取っておきだ。逃げるなら今。おい、来た。よし、勝ったな。おう。はい。ありがとうございます。お？ええ。それでは。え？
うんうん。くそ。ん？そう。お兄さん、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ、派遣できたな。あら、そう。お医者さん。いや、介護の助手だよ。まあ、弁護士さんが。ところで、おばあちゃん、この施設に向田さん、一人娘のいるおじいさん。そういえば、明日もうとっくに昼過ぎてるで。あ、ここで結構。そっちは何か分かったか？いや、今のとこ菜の葉の親父ら。それにしても、ち介護士の数だって足りてるし、警備の方もだ。セキュリティから巡回まで。こら新人、何度言って。便器に自分の顔が映るまで。ほら、次に行くよ。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ、お前に勤まるで。親父さんは見つかる？いや、どこにもいねえ。朝から便器しか見てねえよ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントのバカ高いビップル。エクセレントはありえねえよ。聞いたとこによると、あそこに入るには厳しい契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだ。面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会入居してんのは財界の大物や、たとえ金があったところで菜の葉じゃし。お前らエクセレントルームは確認し。確認したくてもできねえ。エクセレントの入居者は完全に介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。エクセレントルームはどこにあるんだ？最上階だ。だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入る。こら新人、油売ってないで、とっとと行くよ。はい、今行きます。お疲れさん。トイレ掃除だけで。すげえ。そりゃこれだけの。ま、明日からはもう少し。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレント。あ、俺さっきの便所に忘れ物しちゃいました。何やってんだい。先に降りててください。俺後から追いかけますんで。仕方ないね。怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。
それじゃおやすみなさい。おう。ああ。待った。なんだって？残り300万。もしも10日後に結婚します。お、そうか。待った。そうだ。わかった。
どちらまで行かれますか？そうですか。またよろしくお願いしますね。すぐに楽にしてあげるシリーズ行くぞ。ほら、こいつだ。見てろよ、とっておき。俺の番だな。見せてやるよ。してみろ。俺の番か。行くぜ。じゃあ来いよ。行くぞ。見てろよ、とっておき。よし、行くぞ。ありゃ、どうするかね。行くぞ。おい、来た。いらっしゃい。ありがとう。体調万全だぜ。そうですか。またよろしく。
足立さんの行きつけの店。ああ。なんだ、おめえか。愛想ねえな、そんなんだ。趣味でやってんだ。よ、足立さん。よ、いろはちゃん。その人たちは？ええ、俺の連れだ。どうも。足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。よっぽど気に入ってんだね。ちげえよ。照れちゃって。たく調子くるぜ。どうせつけで飲ませ。頼むよ、こちらにもこれから先。まったく、本当に元刑事。サンキューマスター。なんだよ、ナンバのやつ。この程度疲れてんだろ。仕方ない。明日は今日。ただなんだかお前らと一緒なら。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。これ式の足立さんは酔ってんのよ。久々に芽生え。いろはちゃん、何言ってんだよ、まったく。そういえば、ちゃんと自己紹介してなかったの。私は柳いろは。いろはちゃんか。春日一番。そう、一つは飲食の、そしてもう一つは、私実は少し前に他の店でホステだから。私あ、ああ、でも話す。何でもいいのよ。例えば、あ、そんなんでいいの。もちろん、春日から遠慮なく。よ、足立さん。そいつは聞くの。足立さん、それか、声がでかい。勝手に持ち込んでんの。ああ、コンビニで買ったやつだよ。こんなし、お前だって財布が寂しければ同じことするさ。いや、俺なら借金してでも店。借金？バーが売るのは酒だけじゃねえ。物を一杯の酒で人生が変わることもある。そんな空間を提供してくれるマスターには。優しいやつだな、おめえは。じゃあ俺も借金するか。ヒカンス、サンキュー。しかし定年直前に警視総監の堀之内に、あいつに目をつむって警察を。確か足立さんと堀之内の因縁が生まれ。ああ、老夫婦が殺された強盗殺人事件だ。久住には空き巣の前科があったし。だけど久住。ああ、息子。久住には妻子がいてな、一人息子の高志は当時。その高志だが、親族ってのは容疑者に有利な証言だから、捜査本部は高志。
俺もその決断に反対はしなかったが、久住の逮捕後も俺は単独で聞き込みをすると、タバコ屋の主人が犯行時刻に高志の証言は正しかったんだよ。すぐに捜査本部にそのことを伝え、久住の釈堀之内がそれを任意、確か堀之内は当時の神奈川県警のトップ、警視庁への絵だから、堀之内は冤罪と分かっていながら、結果久住は獄中で、堀之内は他人の命、足立さんが堀之内に執着するだけど、久住の命を奪った原因の半、高志の証言を俺がすぐに信じていれば誤認逮捕、足立さん一人の責任じゃないさ。捜査本部、高志の事情聴取をしたのはこの俺、足立さんはその後久住の冤罪をマスコミに、それってもしかして高志君への、ふん、春日のくせに察しがいいな。だが結果はリークも失敗して、俺は免許センターを送り、悲観するなよ、すまねえな。気にすんなって、バカ話をするだけが仲間じゃ、いいこと言うじゃねえか。春日のくせにってのは、まあお前みたいな仲間が警察時代にいたら、俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。それもそうか、そこで同意す、まあ仕方ねえな。もうさて、そろそろ帰るか、悪いな、いろはちゃん。おい、ナンバ、いつまで寝てんだよ。でも、ほん、おう、どうせろくに、あと、ね、よほどおめえらのことを気に入ってるんじゃねえか。そう、ああ、俺これからも仲良くしてやってくれ。ねえ、おい、カスガ、何話してんだ。すまんすまん。毎度あり。
だ。何見てんだ。財布を持ってきた。俺の番だな。とっておきだ。やってみよう。おいの国。おいの。来てるよ。とっておき。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。これで。ほら来いよ。やめんな。ほれほれ。やんのか。おい来た。じゃあこ。何やってんだ。よし行くぞ。やってやるぞ。見せてやるよ。やってみろ。俺の番だ。来てみろ。こら。こら。俺の番だ。やめんな。見てろよ。とっておき。よいしょ。俺の番だな。自分舐めて。なんだおい。勝てると思ってんのか。よし、行くぞ。じゃあこう。かかってこいや。来い。取っておきだ。やってやるぞ。おい来た。してみろ。やってみろ。見てろよ。取っておき。これだ。なめんなよ。どうするかね。かかってこい。やつめろ。逃げるなら今のうちだぞ。
踏めるな。あった。あったまくるな。やがるな。いらっしゃい。いただきます。ごちそうさま。ありがとうね。腹焼いて。容赦しねえぞ。決めるぜ。勝負だ。よし、行くぞ。おい、おい、どうした？やってみろ。取っておけ。やってやるぞ。おっ、おい、俺の犯人。ほら来いよ。とっておき。見てろよ。俺の番か。来いよ。ほら。なめんなよ。やってやろう。だっ、だっ、いい加減なんだ。やんのか。行くぞ。こっち見ろ。ああ、やめんなよ。やるか。やってみろや。どうするかね。してみろ。行くぜ。逃げるなら今のだ。俺の番か。ほら、やってやろう。撃ってこいよ。本来だ。どうしようかね。なめんなよ。どうした。また強くなっちまったか。自分舐めてる。お、なんかくれよ。
Excuse me. Hmm? Can you tell me how to get to the station? Huh? No. Can you tell me how to get to the station? Ho ho. Watashi. Eigo mo hanasenai nante benkyou ka. Can you tell me how to get to the station? Go! Straight! And turn right! Go, go, go! Go your way! Oh, all right, thank you. You are welcome! English 資格検定の賜物だな。あ、ありがとうよ。礼には及びませんよ。グローバル。今は世界を股にかけて活動をするのが当たり前。僕も学校…ああ、そう、僕はこの学校にずっと通っていてね。 50? マジかよ。それはいけない。今は個の力が重視されて。そうだ、せっかくだから体験。体験？ああ、この学校では今無料で人間力を磨ける。まあ確かに。なら善は急げだ、ついてきな。あ、ここが資格…ここは資格学校業界の…さ、こちらが…あ、いかにさん。どうも、宮越さん。今日も…あ、そちらの方は？この人ですか。この人は…この僕、いかにが勧誘したんですよ。なるほどね。そうなんですか。いやー、なーに、宮越さんのためですから。私、本校受付の宮越と申します。ねえ、俺は春日さんですね。それでは、簡単…耳の穴かっぽじってよく聞くんだぞ、宮越。うるさ…当校は、就職から趣味に至るまで、あらゆる資格のサポートを…資格試験の合格率は業界ナンバーワン。覚悟を決めたら大海原を…ほう、合格率な…ありがとうございます。ただ、我々は単に大切なのは、資格取得をする中でいかにその人自身を磨くことができるか。いくら資格がたくさん取れたとしても人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。お前ちょっと、まあでもなんとなく分かった。ありがとうございます。ご準備ができましたら。分かった。春日さん、無料体験を始めさせて。なあ、頼む。それではご案内さ。どの資格を受験しますか？こちらの資格でよろしいですか？まもなく試験開始です。Thank you.
よっしゃー、おーせーの、やったぜー、もうちょい、お疲れ様でした。ふう、初めてにしては上出来じゃないかな。まあ僕みたいにしか、いちいちうるせえな。やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だった。身になるっていうか、自分が成長。それは良かったです、人としての成長に。もしよろしければ入学、うちは入学は無料。申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて。そったく、わかったよ。俺も人間として。ありがとうございます。受けたいコースがありましたらいつでも私。わかった。だがいろんなコースがあるんだろう。あ、そうですよね。それなら資格取得する。お前、わあ、イカリさんにサポートしていただけるんです。もちろん、宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら、もじゃもじゃ頭のおっさんのサポートの下心丸出し。ですがイカリさんは資格に関しては下手な職員より。ちょっとね。任せてくれたも。は、はい。いいね。早く次に行くよ、新人。き。はいはい。すみません。大丈夫ですか。危ねえだろう。
理事長。わかりました。しっかり麻酔で寝てますから。さあ行きますよ。多くの人が最後は眠るように生きたいと願うものです。理想の最後を迎えられるあなたは。待て、なんだお前ら、どうやってここに。お前らだって俺と同じ制服を着た警備員じゃねえか。俺たちはだろうな。普通の警備員制服の下はびっしり入れ墨が入ってんじゃねえのか。いろいろしな。全部お見通しだ。だったら話は早い。てめえら3人もここに寝てる。お前なんかわけねえのかよ。俺の番だな。舐めるなよ。やってみろ。舐めんなよ。来なよ。とっておき。舐めんな。どうしようかね。ほら来いよ。舐めるなよ。来なよ。行くぞ。こいつで。やってみろ。見てみろ。手置き。気がよ。やってやるぞ。行くぞ。俺の番か。やってやる。気がよ。押してやる。ほら来いよ。行くぜ。もう許さないぞ。これで。はあ、はい、倒してやる。これで俺の番だな。どうして。問題なしだ。行くぞ。本気で来なよ。あったまきた。ザクよろせん。あったまきた。一つ上の男。うわ、ハエと親ちゃんを連れてずらかろうぜ。おい、お前、うんか。なんてこと。どういう薬なんだ。海外じゃ安楽死。それじゃ親父さんは。あのばあさんもこの手口で殺されたのか。安心するのはまだ。こいつ喫茶店の。何者なんだ。直接聞いてみよう。どこの馬の骨か知らん。何者だ。この施設の理事長だ。清流会の人間。そうだ。清流会ってのは近江にも取り込まれず、人年寄り殺して金を稼ぐよ。おめえらに人間。世間様がやりたくねえ仕事を請け負うのが、知った口を聞くんじゃねえ。やりたくねえ仕事ってのが老人殺しか。今すぐここの老人を全員解放し、じゃなきゃここの悪事を全部。好きにそれはいい。ただしお前、薬品でドロドロに溶かして。このメスティンに来いよ。よし、行くぞ。
やめろやめろ、見せてやるよ。俺の番だ。なめんなよ。見てろよ。俺の番か。ほら来いよ。ほら来いよ。やんのか。行くぜ。逃げるなら今のうちだぞ。こっちのうちだ。どうするかね。ほら来いよ。やってやろう。やんのか。してみろ。これで。ほら来い。楽しまれてくれよ。これで。ほら来いよ。あっちも来た。ほらほら。よし、行こう。やめるな。許せん。見せてやるよ。ほら、ほら。してみろ。ほら来いよ。行くぜ。あっちも来た。いい加減なしだ。行くぞ。俺の番だな。とっておきだ。どうした？しんどいな。なめんなよ。行くぞ。問題だ。俺の番ね。逃げるなら今のうちだぞ。してみろ。死ねえ。よし、一緒だ。よっしゃ。まだ成長できるとはな。くそ、お前エクセレントの老人。そいつはだったら俺たちの手で。おい、開かねえぞ。緊急用のコートを我が子が明日。なんだって？無理だ。明らか健全な介護施設が極道が警察にチクんの。なんとでもいい。パクられたらお前の。じゃ俺も。何？おい一番、清流会の会長だ。そんで明日の朝一番に老人を解放するよ。ふざけるな。これは俺の仕置きだ。やめろ。やめてくれ。その会長さんってのはよ。じゃお前も俺と。はあ、俺はお前が。でもその怖え会長さんにてめえの極道の端くれならこう。じゃあ。なあ、わかった。
しゃいませ。ありがとうございました。まだ行けるぜ。強くなった気がするぜ。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさまでした。ありがとうございました。俺の番だな。
やってやるぞ。見せてやるよ。どうした、このマンか。やってやる。どこだ。ざけんなよ。いいじゃん、とっておき。おい、おら、よし、いくぞ。やめろ。なめんなよ。どうするかね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。してみろ。
へ来た。ほら来いよ。俺の番だな。どうするかね。いいな。おう。開けてみるか。開いたぜ。この鍵で金庫を開けられるんだな。これからも鍵を持ってるときは積極的に金庫を開けてみるかな。